ドローン登録システムを使ってリモート ID 機能の有無を調べてみました。はい、どうもサラクールです。今回ですね、ドローン登録システムの中に、まあ、リモート ID 機能の有無というところを選択するところがあるんですけども、そちらを使ってメーカー機のリモート ID の有無について、調べてみました。こちらですね、ドローン登録で調べられる、まあ、リモート ID の有無のところですね。まあ、例えばですね、現在、DJI とか、まあ、プレスリリースでどれがですね、リモート ID がついてるかついてないかというところを出してるんですけども、そちらとですね、比較して、ドローン登録システムのそのリモート ID ありのものに関しては、まあ、プレイスリリースと一致してましたので、こちらに関しては、まあ、ドローン登録のリモート ID のとこが、まあ、リモート ID ありになっていれば、リモート ID 機能ではね、ついてるということだと思われますので、今回ですねそちらの方ね調べてみました。今回はドローン登録システムに登録されているメーカー機に関してリモート ID の有無をですね全てにチェックしたという形になっております。今ですね収録しているのが2022年の6月15日なんですけども、じゃあお知らせにもあったんですけども、2022年の6月14日の22時から24時まで、メンテナンスに入っておりました。でその後ですね、すぐに、こちらの方、リモート ID 機能がついてかついてないかということをですね、調べたという形になりますので、今回は2022年6月15日調べということになります。で今後ですね、まあ、こちらに関しては、まあ、変わっていく可能性もありますけども、あくまでも6月15日調べということで、今回皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。よろしくお願いします。で調べた結果に関しては私の方で Excel でまとめましたので、まあ、そちらを使って皆さんの方にですね見せていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね早速見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらが私がまとめましたドローン登録システム2022年6月15日調べリモート ID 機能の有無というものになりまして、左からメーカー名、製品名、そしてリモート ID の有無というふうに並べております。ではですね早速なんですけども、 DJI から見ていきたいと思います。まずアグラスシリーズの方がですね書かれております。アグラス MG1P こちらついてません。アグラス MG1P RTK こちらもありません。アグラス MG1S こちらもありません。アグラス MG1S アドバンスドこちらもありません。こちらの方はついております。アグラス T10 日本版こちらついております。でアグラス T20 日本版こちらついておりません。でアグラス T30 日本版こちらがついておりますということで、まずこちらのですねアグラスに関してはアグラス T10 日本版とアグラス T30 日本版こちらがついている形になっております。で続いてですね下の方を見ていきます。 DJI Air 2S こちらがついております。 DJI FPV ついております。 DJI Mavic 3ついております。 DJI Mavic 3 シネついております。DJI Mini 2ついております。DJI Mini 3 Pro ついております。という風になってます。で、続いて、インスパイアシリーズの方に行きたいと思うんですけども、インスパイア1ついておりません。インスパイア1 Pro ついておりません。インスパイア1 RAW ついておりません。インスパイア1バージョン 2.0 ついておりません。インスパイア2ついておりません。ということで、インスパイアシリーズはね、ついてないという形になっております。で続いてですねマトリスシリーズになります。マトリス100ついておりません。マトリス200ついておりません。マトリス200バージョン2ついておりません。マトリス210ついておりません。マトリス 210RTK ついておりません。マトリス 210RTK バージョン2ついておりません。マトリス210バージョン2ついておりません。でマトリス 300RTK こちらの方はついております。でマトリス600ついておりません。マトリス600 Pro ついておりませんという風になってまして、マトリスシリーズとしてはマトリス 300RTK がついている形になっております。で続いて Mavic 2シリーズになります。 Mavic 2 Enterprise ついておりません。 Mavic 2 Enterprise Advanced ついておりません。 Mavic 2 Enterprise Dual ついておりません。 Mavic 2 Pro ついておりません。 Mavic 2 Zoom ついておりません。ということで Mavic 2に関しては全てついてないという形になっております。でこちらですね Air なんですけども、先ほどですね DJI Air 2S はついていたんですけども、Mavic Air についてはついておりません。で Mavic Air 2こちらについてはついております。ということで、まあ、Air シリーズに関しては DJI
エア2ですと DJ エア2に関してはついてるんですけども、マビックエアについてはついてないという形になっております。あとですね、ミニシリーズミニ2とミニ3プロにはついてたんですけども、マビックミニについてはついてないということになっております。続いてですね、マビックプロに関してなんですけども、マビックプロがついてなくて、マビックプロプラチナムもついてないということで、こちらはですね、両方ついてないという形になります。あと P4 マルチスペクトラル、こちらついておりません。で、続いてですね、ファントムシリーズに行きます。ファントム1ついておりません。ファントム2ついておりません。ファントム2ビジョンプラスついておりません。ファントム3アドバンスドついておりません。ファントム3プロフェッショナルついておりません。ファントム3スタンダードついておりません。ファントム4ついておりません。ファントム4アドバンスドついておりません。ファントム4アドバンスドプラスついておりません。ファントム4プロついておりません。ファントム4プロオブシディアンついておりません。ファントム4オブシディアンプラスついておりません。ファントム4プロバージョン 2.0 ついておりません。ファントム4プロプラスついておりません。ファントム4プラスバージョン 2.0 ついておりません。ファントム4 RTK ついておりません。ということで、ファントムシリーズ全てついてないという形になっております。で、続いてスパークついておりません。あと、スプレッドウィングス S1000。ついておりません。スプレッドウィングス S800 エボついておりません。スプレッティングウィングス S900 ついておりません。ということでですね、以上 DJI はですね、こういう風になっております。で、DJI とですね、コラボしているものもありまして、まず DJI トップコンなんですけども、マトリス600 Pro 4TS、こちらついておりません。あと DJI クボタになりますけども、MG1K ついておりません。MG1RTK ついておりません。MG1SAK ついておりません。T10K ついておりません。T20K ついておりません。T30K ついておりません。ということで、こちらもですね、すべてね、ついてないという形になっております。以上がですね、DJI 関連になります。続いて GoPro に行きたいと思うんですけども、こちらですね、GoPro カルマドローンになるんですけども、こちらついておりません。続いてですね、パロットになります。アナフィついておりません。アナフィ AI ついておりません。アナフィサーマルついておりません。アナフィ USA ついておりません。ブルーグラスついておりません。ということで、パロットもですね、すべてね、ついてないという形になっております。で、続いてですね、パワービジョン。こちらですね、エッグ系のものが出てるんですけども、パワーエッグ X。これがですね、ついておりません。ということになっております。で、続いてですね、スカイディオになります。で、スカイディオ2ついております。スカイディオ2プラスついております。スカイディオ X2 ついております。スカイディオに関しては、スカイディオ2シリーズ、すべてにですね、リモート ID がね、ついてるということになってます。で、続いてですね、オーディオロボティクスに行きたいと思います。エボシリーズなんですけども、エボ2ついておりません。エボ2デュアル320ついておりません。エボ2デュアル640ついておりません。エボ2プロついておりません。エボナノついておりません。エボライトついておりません。ということで、エボシリーズはすべてですね、ついてないということになります。あと、ドラゴンフィッシュスタンダード、こちらの方もですね、ついてないということなので、オートロプティクスでですね、登録させているこちらのですね、ドローンに関してはすべてね、ついてないということになってます。で、続いてですね、ソニーグループ株式会社の方に行きます。こちらですね、エアピーク S1 になるんですけど、こちらですね、リモート ID がね、ついてるということになってます。こちらですね、ソニーグループの方も私の方でも DJI と一緒に、まあ、プレスリリースで、こちらのね、リモート ID ついてますよ、というようなですね、プレスリリースがね、出ておりましたので、こちらですね、まあ、ついてるということも合わせてですね、確認できてということになっております。で、ここからは業務用ドローンとかにもなってくるんですけども、株式会社 ACSL になります。こちらですね、FY4 ついておりません。GT3 ついておりません。GT7 ついておりません。MY1 ついておりません。PF1 ついておりません。PF2 ついておりません。PFM ついておりません。あと最後ですね、装填。こちらに関してはね、ついてるということなので、まあ、国産ドローンのね、装填に関しては、リモート ID はですね、最初からね、ついてるということになっております。あとですね、株式会社プロドローン。こちらもですね、業務用ドローンを出しているところになるんですけども、PD4AWAQ ついております。PD4XA1 ついております。PD6B Type 2ついております。PD6B Type 3ついております。PDH-GS120 ついておりますということなので、こちらですね、株式会社プロドローンで扱っているこちらのドローンに関しては全てですね、リモート ID 機能がね、搭載されているということになっております。あとですね、その他上記以外の登録されたメーカーに関しても全て調べてみたんですけども、そちらに関してはですね、リモート ID 機能に関しては搭載されてませんよということでですね、内蔵はね、選べないと
という形になっておりました。なのでですね、こちらですね、丸がついたところに関してはすべてですね、リモート ID 機能が内蔵でですね入っているということになります。ではですね、もう一度、最後、リモート ID がですね内蔵されているというところですね、丸がついているものに関して挙げていきたいと思います。まず DJI に関してはアグラス T10 日本版、アグラス T30 日本版、 DJI Air 2S、 DJI FPV、 DJI Mavic 3、 DJI Mavic 3 Cine、 DJI Mini 2、DJI Mini 3 Pro、 マトリス 300RTK、 Mavic Air 2、 以上となります。続いてスカイリオ、スカイリオ2、スカイリオ2プラス、スカイリオ X2、 こちらについております。続いてソニーグループ株式会社 AirPeak S1、 こちらについております。株式会社 ACSL、 装填、こちらについております。で、最後、株式会社プロドローン、 PD4AWAQ、 PD4XA1、 PD6B Type 2、PD6B Type 3、PDHGS120、 こちらの方についておりますということで、今のところですね、ドローン登録システム2022年6月15日調べなんですけども、リモート ID 内蔵としない ID と書いてあるものがね、以上となります。はい、ということでですね、以上がですね、リモート ID 機能のね、有無を調べたものになります。はい、いかがだったでしょうか。今回ドローン登録システムで、まあ、2020年6月15日調べなんですけども、リモート ID 機能がですね内蔵されているものに関して調べてみました。調べてみるとリモート ID がね内蔵されているものというのは結構ね、少なかった印象で、まあ、本当にですね、ごく一部のものに対して、まあ、リモート ID がですね、内蔵されているということになっております。今現時点、6月15日で、まあ、6月19日がですね、まあ、事前登録の、締め日というふうになっています。6月19日までにね、申請番号でね、DR の申請番号が発売されたものまでがリモート ID に関して免除というふうになりますので、もしですね、あのリモート ID、 もしそれ以降6月20日以降に申請する場合に関しては、こちらリモート ID 機能搭載に関しては免除になりませんので、くれぐれもですね、まあ、早めに出しておく必要がねあるかなと思います。もちろんですね、このメーカー機以外でも自作機出した機体とかもですね、まあ、含まれますので、ぜひですね、急いかれたらねよろしいかなと思います。はい、ということでですね、今日の話題はね以上となります。このチャンネルですね、このような話とか、あとドローンのノウハウ、あと新製品のレビューとかを行ってたりします。もしよろしければチャンネル登録の方と、あとベルマーク、通知ボタンの方オンにしていただければ、随時最新情報をお届けできると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら、バイバイ。